どこでおじゃるか。マロのマロの仇はどこでおじゃるか。早く早く出てくるでおじゃるよ。にゃほ、出てこなければ。燃えろ、何もかも燃えるでおじゃる。マロの仇は全部燃やすでおじゃる。燃えろ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 、すべて燃え尽きろ。マロの何をして、火でも狂ったでおじゃるか。答えるでおじゃる。我が家がマロの家が。父上、はよ火を消さねば。水を。ようやく現れたでおじゃる。父上マロロ、そなた何をやったか分かっているでおじゃるか。この親子の嫁が。そのことはいけないでおじゃる。燃やさなくてはいけないでおじゃる。燃やさねばならぬ。おじゃる、やべ、そなた何をしているのか。助け。いやー、父上。ここにも元凶がいた。なぜこの父もっと燃えよ、もっと熱く、まばゆく、マロを縛るもの燃やし尽くすでおじゃる。すべて燃え尽きてしまえ。ここはどこでおじゃるか。マロは何をしているでおじゃるか。火も早く消さないと大変でおじゃる。誰かいないでおじゃるか。誰か父上、おじい様。父上、誰がこんなひどいことを。これは何でおじゃるか。頭が痛いでおじゃる。マロロ様、おじゃるか。
安定するかは保証できぬとはこのことだったか。私もここまでのことは予想していませんでした。たとえ記憶を制御できても、もともと持った情念は消しきれませんから。あやつはどうしておる？眠らせてあります。いつでも起こすことはできますが、いかがいたしましょう。今のままでは手に負えん。人格を安定させるため、上書きをより強固にしてみましょう。多少は扱いやすくなるはずです。ただ記憶の衝突は避けられません。ある程度までなら抑える術はありますが、解消されない場合は廃人となることさえありえます。やむを得まい。ただこたびのこと、あやつにとって重荷にならぬよう計らえるか。できないことはありませんが、さらに状況を悪くするかもしれません。おすすめしかねますが。構わぬ。つまらぬことに気を取られ、働きが鈍るようでは困る。案外お優しいのですね。早速取り掛かりますので、これで失礼します。聞いていたな。はい。こたびの一件はどうなっている？失火とだけ報じさせ、司祭については厳重に伏せるように整えました。ならばよい。ですがよろしいのですか？采配師の家族が何者かに惨殺されたとあれば、これを利用しない手はないかと。欲張らぬことだ。オシトルに蹴取られれば元も子もない。承知しました。